はい、ヒロミです。今回は、ペーパーマリオカラースプラッシュの第一じゃんけん神殿やっていきたいと思います。はい、まあ最終回の後に動画収録をしております。はい、はい、さようでございますか。はあ、まあこれがねヒントなんですよね。まあそんな感じで、はい、はあ、はい、いいのがね、あります。はいはいはい、じゃあ挑戦をしましょう。はい、行きましょう。まあ3回目は完全ランダムということなんで、はい、マリオです。どうもマリオです。あ、世界を救ってきました。はい、リボーですか。はいはいはい、ジャンキンカードをセット。はよ、まあさっきのヒント通りでいくと絶対にグーしか出してこないのでパーを出せば確定で勝つことができます。ジャンケンポン、オッケー、出来です。やい、先生はヘイホー。これはね、まあパーかグーしか出してないのでパーを出せば勝て、まあ負けることはない感じですね。はい、じゃんけんポン、あいこと。はい、もうこっちはもう、まあパー出すだけなんで、パーゲーなんでこれ。はい、じゃんけん、オッケー、はい、できるです。ほほう、絶対パー出してきそうやけど、じゃんけん仮面。はあ、絶対パーやんこのもん。まあこれは分かんないはずなんだけど、まあチョッキ出そうか。あ、負けた。絶対パーや思うやん、こんなもん。はい、はい、
勝ちました。2回目の挑戦です。はい。勝った。勝ったぜ。あ、どうもありがとうございます。オートンか。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんか皆さんありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうも。チャンピオンです。はい。じゃ、ということで、今回は、これで終わりにしたいと思います。まあ、今後のじゃんけん大会やるかどうかちょっとわかりません。そこにじゃんけん野郎がいるのか。はい。はい、じゃあということで今回ここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではバイ。